どうも、研修エンターテイナーの藤本です。今回はロジカルシンキングの超基本、ロジックツリーについてお話ししたいと思います。このロジカルシンキング、大きく分けて2つあります。1つはピラミッドストラクチャー。もう1つはロジックツリーです。このピラミッドストラクチャー、これは何かというと、構造化するツールです。つまり情報を構造化してコミュニケーションに使う。分かりやすく話す。またはちゃんと理解する。または文章にするなどなど。それで今回はですね、もう一つのツール、ロジックツリーです。これは簡単に言うと、分解に使うツールです。分解ということですから、原因を分解したり、または解決策を分解したりということで、問題解決に使うツールと思っていただければ結構です。分解に使うわけですから、ピラミッドストラクチャーでも触れました、MECE、MECE と書いて、漏れなくダブりなくというのがありましたよね。これがより重要になってきます。分解した時に漏れてないかな、またはダブってないかなと確認することです。全体を分ける時に3つ分けました。これで本当にMECEかなと。それでさらに分解しました。それぞれMECEかな、漏れない、ダブりない、大丈夫と確認することが大事なわけです。例えばの例で言いますと、乗り物を分解しようと思った場合どうでしょう。乗り物分解かとパッと考えると、車かなとか、バイクかなとか、飛行機かなって思うかもしれません。ただこれをロジックツリーを使うとどうなるか。乗り物をね、大項目とした場合、中項目で一回分けてみましょう。中項目と言いますと、乗り物を分けたらどうですかね。例えば、陸、海、空。これMECEですよね。乗り物を漏れなくダブりなく分けてみました。このように中項目で分けてみると何が起きるかというと、ただ漫然と考えるのではなくて、それぞれ陸はどうかな、海はどうかなと考えますから、発想の幅が広がりますよね。そしてその陸、海、空からそれぞれ何があるかなとさらに考えていく。陸であれば、例えば自動車はどうかな、バイクはどうかなと考えていくわけです。その時にまたMECE、他に漏れはないかなと考えることによって、より具体的に上げることができる。アイデアが膨らんでくるということにつながります。ただ一点注意したいのは、最後の最後、詳細まで言った時にはMECEにそれほどこだわる必要はありません。そのことよりは、漏れなくダブりなくを考えて、よりアイデアを広げていく、このことにね、使ってもらうといいと思います。さらに海はどうかな、空はどうかなと考えて分解していこうという話です。で、何に活用するかというと、例えば都内でより早く郵便物を届けるには何がいいと思うなんて言われたらどうしますかね。思いつきでパッていうのではなくて、このような分解をしてみて、そうだな、都内で郵便物であれば海とか空はないですよねと、やっぱり陸でしょうと。そして郵便物を届けると考えて速さを求めるならばバイクですかねとなりませんか。このようにしっかり分解してあれば、相手にとってもいろいろ熟考して考えたんだなと説得力が増すというメリットもあるわけです。このロジックツリー、先ほど申し上げましたけども、主に使うのが問題解決です。そこでこれは問題解決のプロセスをね、確認しておきましょう。問題解決ということですから、まず何が必要か、そもそも問題は何、これがスタートです。例えばコピー機があって、コピー機が壊れたとしましょう。じゃあどうする？じゃあ買い替えようとならないですよね。コピー機が壊れたといっても全部が壊れたわけではありません。このコピー機の中のどこが壊れたのかなっていうのをまず探す必要があるでしょう。これを問題設定と言います。それを問題を分解していく。これをホワットツリー、または要素分解ツリーというものを使っていきます。これは先ほどの乗り物を分解した時に使ったね、ツリーですよね。そして故障の箇所が明確になった。明確になったんであれば、さあ直そうではなくて、じゃあなぜそれが壊れたのかという原因究明が必要ですよね。これをホワイツリー、原因分解ツリーと言います。なんで、なんで、なんでと。そして原因を突き止めたのであれば、最終的には対策立案ということで、どうすればいい？ハウツリー、解決策ツリーというものを使っていくわけです。このように様々なロジックツリーを使いながら問題解決に導いていくということです。次回から一つ一つ問題解決のプロセスを解説していきます。問題とは何か、ホワットツリー、ホワイツリー、ハウツリーとやっていきますので、ぜひお見逃しのないようチャンネル登録をしておいてください。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。